ジャパネスク折り紙、何を折ろう。まずは作った三角の両端折り曲げ、四角を作りましょう。分かれる方をそれぞれ折って、四角の上に三角二つ、上の角二つそれぞれ開いて、角を二本作りましょう。下の三角一枚だけちょっとずらして折りましょう。余った分をもう一度折ったら、残る三角を内側にかぶれる兜の出来上がり。ジャパネスク折り紙、兜を折ろう。